首位のジュビロ磐田、今日引き分け以上で J1 昇格が決まります。アウェイからサポーターおよそ700人が駆けつけて声援を送ります。それではホームの水戸からメンバーご紹介いたします。ゴールキーパー新江川です。3バック三國、鈴木、飛び出すジェファーソンです。右に今掛け、平塚、新座と大崎、シャドウのポジション松崎、伊藤、最前線に中山が入るという 3-4-3 のシステムを予想しました。一方磐田のメンバーです。こちらは前節京都戦と同じメンバーです。ゴールキーパー三浦、山本範道、大井、伊藤の3バック、小川大輝、遠藤康人、山本浩介、左鈴木優斗、シャドウのポジションに山田裕樹、大森幸太郎、最前線ルキアンです。本当にうまくこう周りも使いながら自分はしっかり点取れる選手っていうのは本当に素晴らしいと思います ね。ショートで始めてきました。山本浩介のクロス、ヘッド、大井健太郎、大事な試合でベテランが取りました。で少しこうボールを動かした分、最終ラインとしては、ね、こうもう少し上げたかったところだと思いますけども、上げれなかった分その手前ですよね、はい。まあ、少しこう大井選手も、ね、ちょっとこう戻りながらのヘディングだったと思いますけども、よく叩きました ね。素晴らしいシュートだと思います。制圧していくというかね、はい、使っていくので、まあ、水戸の方からするとなかなかこう捕まえづらいような状況にはなると思いますね。こういうところですね、うまく受けて、これもいいところ入ってきた、倒れる、大森幸太郎、あっさり2点目。見事な崩しから最後大森幸太郎、テンポよくボールを動かしながらですよね。また少し背後を使いながら、まあ、小川選手 この背後への走りですよね。そして大森選手もしっかりこうシュートを打つイメージを持って、しっかりこうポイントに入ってきてましたよね、はい。まあ、このシュート技術っていうのはね、こうディフェンスの足と足の間を抜いてますけども、2トップ藤尾と中山と、中山へ、中山松崎、藤尾拾ってワンタッチ、新座からつながって奥田のシュート、左足のシュートでした。伊藤亮太郎、外です。外からこう巻いて落としてくるような軌道でしたけども、あともう少しでしたね、はい。どうも水戸はフルス対決です。内側で受けて鈴木優と山田、うまい。ただこれ戻ってきました、取り返した磐田、山田裕樹、前ルキアンが外に逃げる、そこにボールが来る、ルキアンスピードアップ、ルキアン、さすが、さすがルキアン、今シーズン22点目。しっかりこう自分のボールが通るスペースを空けるようなイメージを持ち、膨らみ、そしてここでのこのファーストタッチで一つこう相手の前に入っていくような、そしてこの左手を使って相手のコースを遮るような、まあ、こう全てがこうスムーズにゴールまでの絵を描いた形がしっかりと得点につながりましたね、はい。まあ、こういう時間帯を水戸としてはこう長くしながら確率を上げていきたいところだと思いますね、はい。間、奥田光也、いいところで受けた、入れ替わった、奥田光也、中を見る、ラストパス、キーパーに当たってゴールイン、1点返しました。自分も動きながらボールもらうのうまいんですよね、こういうスペースで、そこで抜け出て、まあ、最終的にクロス上げたと思うんですけども、まあ、ここが最終的にディフェンスラインに当たりコース変わって決まりましたけども、黒石が内側、外が松崎海です。松崎スペース、黒石いいタイミング、マイナスのクロス、ボレーシュート、藤尾ハンドをアピールしますがコーナーキックです。三國から
逆サイド一本つながった尾崎、伊藤亮太郎内側にコントロール、伊藤が振ってくる、こぼれ三浦です。さあ間もなく目安の4分台になります。三重川のキックちょっとそれます。目安の4分台、試合終了。ジュビロ磐田 J1 昇格。アウェーで水戸を破って4連勝、16試合負けなし。いつも通り強かったジュビロ磐田、これで来シーズン3シーズンぶりに J1 で戦うことになります。ジュビロ磐田がいるべきリーグへ戻ります。切符なんですね、やっと喜びが、少し見えましたか。そうですね、J1 行き高めチキ、 J1 優勝3回経験のジュビロ磐田、エンブレムの上に、ね、星3つついてますからね、はい。